それではジャズブルース進行について、紹介してみたいと思います。でここに書かれているのはキーが F の3コードのコード進行ですね、1411 4411 5415、最初の方で A の3コードを紹介しましたが、これは F のキーの、3コードになってます。でジャズブルースのコード進行というのはこの3コードをもとにドレミ理論からあるいわゆるダイアトニックコードと言われている、コードですね。これをですね取り入れることで複雑化そして多彩にするというものだと思えばいいんですね。でどういうところを変えていくかというと、まずここだったりしますね、この C7 B フラット7 F7 というのはF コードというものに向かっていって落ち着くぞといういわゆるブルース特有のコード進行と言われています。これをですね、F のキーのダイアトニックコードで1番目2番目3番目4番目5番目6番目7番目とありますが、2番目と5番目、これを2-5というんですが、まずは、このコードに差し替えます。この C7 の位置をですね Gm7、 そして Bb7 の位置を C7、 このように差し替えることでここでいろんなフレーズが弾けるようになるということなんですね。そしてこの Gm7 というコードに向かう手前のここ、まあドラムでいうとおかずをドンスカパカパンってこう叩くとこなんですが、ここをですね、Gm7 に行こうというふうな響きのコードを取り入れようと、こういうのを部分転調というんですが、ここだけキーがですね Gm に向かうということで Gm に向かおうとして Gm のキーの5-7にあたる D7 コードを入れてやると、まあ、こうあるんですね。でここに何を入れるかというと F7 のままブルージーに終わっていてF のキーのダイアトニックコードのちょうど3番目あたり、ここをちょっとですね入れてやってメロディアスな感じにしてやり、そして D7 コードで、はい、Gm7 に行くぞと、そしてこのような展開になるんですね。で最後 C7 一発なんですが、ここをですねより多彩な感じにするために F に向かう2-5、ちょうどこれと一緒です。これのちょうど2拍ずつで変化する Gm7 と C7 という風に変えてやると、こういうのを一般に2-5化すると言ったりします。これで、ジャズブルースの、だいぶできてきたわけなんですが、あとここですね、ここでよく入れられるのが B ディミニッシュという、コードなんですね。これはよくジャズブルースの上トークで入れられるんですが、これはですね B フラット7のルートの音を半音上げたらこうなったという、まあ、結果論的に覚えておくといいかと思います。でじゃあなぜそんなことをしたのかというと、ちょうど F のキーのブルースですと F マイナーペンタを弾くんですが、 F マイナーペンタにとってブルーノートと言われている音がフラットヒフス、これ B 音なんですね。まあこう弾いていてですね、ベーシストがそのブルーノートを弾いてすごい盛り上げたらなんか F に行く感じがしたと、これがなんかこう習慣となってですね、常套句となってみんなここを弾くようになったと、はい、これがジャズブルース進行の、まあ、いわゆる典型と言われているパターンなんですね。でこのようにいろいろ変形する、ことはですねセッションでいろいろよく行われます。で例えばここにまた2-5となるものを入れたりとかですね、いろんな変形があったりするわけです。ただ、概ねこの一般に、ジャズブルースと言われているコード進行のこの基本形ですね、これを覚えておけば大概の場面で、無難にこなせると思いますので、ぜひぜひ覚えておいてください。ジャズブルースのバッキングでは1弦と2弦を鳴らさない3弦4弦を中心にした、ポジションがよく用いられます。それをですね四分音符でガッガッガッと弾いていくんですが、例えばこういう形です。 F7 ですと、はい、このようになります。でルートの音はですね、ベースがですねだいたいランニングしているもんなんで、ずっと思いっきり鳴らすと、
はい、鑑賞することが多いので、鳴らすなら1拍目ぐらい、あとはもう予言三弦にとどめておく、このぐらいの塩梅がいいかと思います。でポイントとしては B フラット7の次に B ディミニッシュというコードが出てくるんですが、これ B フラット7とは別物と考えずにですね、 B フラット7のルートの音だけが半音上がったコードだ、このように認識しておくのが、音楽的であると思います。というわけでまずはシンプルに四分打ちとなるバッキングパターン、これを弾いてみてください。さっきのベーシックなバッキングはですね、全部音を埋めていった形なんですが、今度は、隙間を少し設けるようなバッキング、これを弾いてみていただきたいと思います。あとですね、色付けとして、3小節目の G7 から A フラット7に行くときなのは、例えばなんですが、これちょっとビブラートをかけたりします。このような感じで、ちょっと曲を盛り上げたりしつつ、そういう変化球も少し、加えているという感じ、このバッキングパターンを弾いてみてください。